アメリカ海軍の駆逐艦、ヒギンズとカナダ海軍のフリゲート艦、バンクーバーの2隻が、台湾海峡を通過との情報をキャッチしました。今回は、台湾海峡を通過したアメリカとカナダの目論見を詳しく見ていきますね。中国の侵攻を阻止する計画にも、中国はビビってる。アメリカ海軍の第7艦隊の報道官によれば、2022年9月20日に、同海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ヒギンズとカナダ海軍のハリファックス級フリゲート艦、バンクーバーの2隻が、台湾海峡を通過したという。これら2隻の水上戦闘艦は、相互に連携して、航行を行ったとされ、アメリカ海軍の説明では、台湾海峡において、いずれの国の領海にも該当しない海域を通過したと述べられており、台湾海峡を自国の管轄下だと主張する中国への牽制行動とみられる。台湾海峡は大陸の中国と台湾間の間に位置する、長さはおよそ 180km ほどの海峡であるが、中国は台湾そのものを自国の領土の一部であり、その統一を自明の権利と見さし、台湾海峡を含めて、自国のものとの姿勢を崩していない。中国は、こうした主張の根拠として、法的には、自国の国内法と国際連合の海洋条約法を持ち出して、理論武装を行っているものの、ことに、前者に関しては、マッチポンプ的な後付けの理屈に過ぎず、この考えをそのまま受け入れる国は、多くはない。中国自体は前述したように、幅がおよそ 180km ほどにも達する台湾海峡のすべてを自国の主権が及ぶ範囲だと主張し、それに基づく権利と管轄する権利があるとする考えを譲ることはなく、この溝は埋まりそうもない。しかも、アメリカ海軍もまた中国と同様に、国際連合の海洋条約法における領海の定義は、沿岸国の海岸線から12海里およそ 22.2km であると解釈しており、故に台湾海峡のほとんどがそれに該当すると見さしている。中国、アメリカともに同じ国際連合の海洋条約法を持ち出しながらも全く異なる見解をしていることは何とも皮肉な状態だと思えるのだが、どちらを支持する方が日本にとってプラスかといえば、アメリカ一択としか言いようがないだろう。アメリカ海軍は、今回の行動をして、これまでも掲げてきた、自由で開かれたインド太平洋という、従来通りのスローガンを表明しているが、これと相反する中国の主張を、不自由で閉じられたと印象をつける、政治的な狙いが込められている。ただし、個人的に少し疑問に感じる点があるとすれば、今回のアメリカ海軍とカナダ海軍の2隻の水上戦闘艦の台湾海峡の通過は、これまであれば、アメリカ海軍が航行の自由作戦と呼称していた行動ではないのかという部分だ。同じく、中国が、その大半が自国の領域だと主張する南シナ海においては、この、航行の自由作戦という表現がアメリカ海軍の行動の枕言葉のように使用されることが多いが、今回の件に関してはそのような発言は見られない。実は今回の件に先立つ2022年8月12日にはアメリカの国家安全保障会議 NSC からは台湾に対する中国の軍事的な恫喝の高まりを受けて台湾海峡でのアメリカ海軍艦艇による航行の自由作戦の実施が打ち出されていた。これはアメリカのペロシ下院議長が台湾を公式に訪問したことに対し、中国がその対抗措置として台湾の周辺6所もの空海域において大規模な軍事演習を行った後でもあり、アメリカとしても自国の揺るがぬスタンスを示したものだと感じられていた。
果たして、今回のアメリカ海軍とカナダ海軍の2隻の水上戦闘艦の台湾海峡の通過に関して、事前に明言されていた航行の自由作戦という表現を用いていないことに、何か政治的な意図が隠されているのか否かは、今のところよくわからない。さて、今回台湾海峡を通過した艦艇に注目してみると、アメリカ海軍側は、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の26番艦のヒギンズであり、満載排水量9033トン、全長 153.77 メートル、全幅 20.27 メートルの艦隊を持つ。ヒギンズは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の中では、古い方から2番目のバージョンであるフライト2型で、1994年に就役しており、昨年2021年8月から、同型艦のハワードと共に、神奈川県の横須賀基地へと配備が行われた艦艇である。横須賀に配備される直前の2021年4月、ヒギンズは中東のシリアに派遣されて、同地の内戦に対して実際の攻撃に参加しており、化学兵器を使用したシリア軍への報復を名目に搭載するトマホーク巡航ミサイルを使用している。シリア内戦は現在も進行中であり、ロシア・ウクライナ戦争等に比すれば、日本にとって、遥か遠い中東での戦果として、あまり大々的には取り上げられないが、2011年から数えて、11年も続く先の見えない、戦争としていぶり続けている。そのため、シリア内戦は、1960年代以降の近年において、世界で、最も難民を輩出している戦争とも呼ばれており、現在のアサド政権に対しては、これを、ロシアやイランが支援、アメリカやフランスが反体制派を支援する対立が継続されている。ロシア・ウクライナ戦争で、自国の戦争継続にも支障をしたしつつあるロシアは、今後、このシリア内戦における軍事支援も弱まる可能性があり、その場合に、現アサド政権が、どの程度まで、政権の座を維持できるのかにも、影響が及ぶかもしれない。話を戻して、今回のカナダ海軍の艦艇だが、ハリファックス級フリゲート艦の2番艦が、バンクーバーであり、同艦は、基準排水量4795トン、満載排水量5032トン、全長 134.20 メートル、全幅 16.50 メートルの規模を持っている。ハリファックス級フリゲート艦は、1987年から建造が始められた艦艇であり、1番艦で、ネームシップのハリファックスが、1992年、最終12番艦のオタワが、1996年と短期間で、立て続けに就役をしており、カナダ海軍の主力の水上戦闘艦である。バンクーバー自体は、1993年の就役だが、カナダ海軍の主力艦ということもあり、2001年には、中東のアラビア海に派遣され、海上の警備活動等に従事、2011年には NATO 加盟国として、リビア内戦にも派遣されるなど、実戦を経てきている。直近の2022年6月末から8月頭にかけては、アメリカ海軍が主催したハワイ沖での多国籍合同軍事演習であるリムパック2022に参加した後、同8月下旬にはグアム沖で行われたパシフィックヴァンガード22にも参加している。パシフィックヴァンガード22は、アメリカ、日本、韓国、オーストラリア、カナダの5カ国で実施された、合同軍事演習であり、さらにこれに続くアメリカ、日本、カナダとのノーブル・レイブン22にも、バンクーバーは参加を行った。日本の海上自衛隊も、兵器システムをはじめ、あらゆる運用手順が、同盟国たるアメリカ海軍との戦術、戦略的な連携の上に整備されつつあるが、カナダ海軍は、21世紀の対テロ戦争以降より、その傾向を強めており、
アメリカ海軍との合同任務も多い。具体的には、カナダ海軍のハリファックス級フリゲート艦は、アメリカ海軍の空母打撃群の中に組み込まれて、艦隊行動を共にすることが多く、アメリカのそれらの一部を担う一体化が、より強固に推進されていると言ってよいだろう。今回、アメリカ海軍のヒギンズと共に台湾海峡を通過したバンクーバーだが、日本の防衛省によれば、9月22日には、北朝鮮の瀬取行為等への監視任務に就いたと伝えられており、日本にとっても、心強い友軍となっている。カナダもまた、周囲を海に囲まれた地理的環境下にある国ではあるが、地続きに、最大の同盟国であるアメリカを持つこと、人口は、約3777万人ほどと少ないこともあり、海軍は、比較的小規模に抑えられているという、意味では、少し特殊にも思える。